トゥルルル、トゥルルル、トゥルルル、トゥルルル。母ちゃん。はい。結婚恋愛マッチングサービスのペアペアハッピネスですにゃ。すみません。ネット広告で見かけて電話したのだ。婚活を始めようと思っているのだ。はい。お電話いただき、誠にありがとうございますにゃ。まずは無料の会員登録をさせていただく形となりますが、よろしいでしょうかにゃ。お願いしますなのだ。それでは、お名前とご年齢をお願いしますにゃ。鈴木香る、58歳なのだ。はい、鈴木さん、58歳ですね。続きまして、ご職業と年収をお願いいたしますにゃ。若い頃は、プラスチックの加工会社で働いていたけど、今は無職なのだ。年収は0円なのだ。ふにゃにゃにゃ。代わりに何か資産などお持ちですかにゃ。株とか土地とか。いや、何もないのだ。貯金もないし、持ち家どころか。アパートを借りる余裕もなくて、橋の下で暮らしているのだ。橋の下ですかにゃ。そうなのだ。冬になったら多分、僕は死ぬのだ。最近、小便が真っ赤っかだし。でも、死ぬ前に一度でいいから、女性のぬくもり、というか、柔らかさ、というか、そういうものを味わってみたいと思ったのだ。だから、できれば明日にでも結婚したいのだ。申し訳ございませんにゃ。当サービスは、男性利用者の場合、定職についており、安定した収入のある方のみ、ご登録できるシステムになっておりますにゃ。そうだったのだ。知らなかったのだ。僕は婚活市場に参加することすらできないのだ。申し訳ございませんにゃ。いや、君のせいじゃないのだ。時間を取らせて悪かったのだ。それじゃあ、これでさようならなのだ。ちょっと待って。あの、もしかして、あなたは、ずんだもんさんじゃないですかにゃ。ギクギク。私、さよですにゃ。20年前、生まれてすぐに公園に捨てられて、飢え死にしそうだったところを、ずんだもんさんに助けてもらった、あの時の、猫ですにゃ。あの、鈴木というのは偽名で、あなたはずんだもんさんですよねにゃ。ぎくり、人違いなのだ。嘘ですにゃ。声も、変な話し方も、年齢も、前職も、女性を知らないところも、全部、ずんだもんさんじゃないですかにゃ。今、どこにいるんですかにゃ。私、あの日からずっと、あなたを探していて。でも、全然手がかりがなくて、すっごい心配していたんですにゃ。ねえ、ずんだもんさん。私はあなたに人間の言葉や文化、二足歩行を教えてもらったおかげで、今、人間の社会で普通に働けているんですよ。住むところがないなら、私の家に来てくださいにゃ。私に恩返しをさせてくださいにゃ。もしも、もしも、あなたが望むのなら、私、あなたに抱かれてもいいと思っていますな。バカ野郎。違うって言ってんだろ。僕は鈴木なのだ。ずんだもんなんて名前、知らないのだ。そんなやつ、存在しないのだ。もう電話を切るのだ。君も、もう、これからは、昔のことは忘れて、自分の幸せを見つけるのだ。ガチャン。